まあ、2ブレンが多いので体はまあそれなりにきついですけど、まあ、うまい選手たちといっぱい練習できて楽しいですし、やっとチームの中に馴染めてきた感はあるので、もっともっといろんなことを知らなきゃいけないと思いますけど、自分のことも知ってもらってチームにもっともっと馴染めたらいいなと思います。まあ、でも個々でしっかりとした選手が多いので、まあ、あとは練習中はユージさんとか、まあ、マチ君とかパンゾ君とかそういう選手とかが、まあ、僕はいじってくれてるのでまあそこら辺は楽しくやらせてもらってますし、まあ、しっかりとみんな自主練とか自分のケアとかしっかりやってるんで、そういうところは見習ったりとか一緒になってやっていけたらいいなと思います。まあなんか日賀の、僕は一応先輩なんで日賀のネタで最初からこういじられたはいじられたんですけどまあそれを増してキャンプはまあいろんなところでいじられたりとかしてて、だいぶまあ年齢近い人たちとは打ち解けたかなと思いますし、もう若い選手もショーだったり、アンドリューだったりユエだったりとかも話しかけてくれたりとか、ジンとか、まあ、そういうところもだんだん仲良くなってきたので、まあ、自分からも積極的に声かけたりとか一緒に飯食ったりとか、そこら辺でもうちょっといろんな選手ともっともっと仲良くなりたいなと思います。まあ、まずはしっかりと試合に絡めるように、自分の特徴を出してアピールしていくことを考えたいと思いますし、勝つとトリコロールのパラソルを回す、すごい見ていて楽しそうだなと思ったので、まあ、自分が試合出て皆さんと喜びを分かち合えるように、たくさん傘を回してもらえるように頑張っていきたいなと思います。